アルスとは、ラテン語で技術、芸術、学問を表す。未来を開く飽くなき探求心がここにある。富山大学地の冒険者たち。あたり一面さまざまな植物たち。ここは富山大学薬学部附属薬用植物園。およそ2000種の薬用植物を維持管理しています。実際このエリアだけで300種余りの薬用植物が展示してあります。この植物は去年朝ドラでも有名になった牧野先生などで話題になっていたセリバオーレンです。この植物の本家の部分が重要な生薬です。今回の地の冒険者は、薬用植物の研究で医薬の発展を支える薬学部のイ・ジョンボン先生です。富山大学の薬用植物園は大正12年に設置された富山薬学専門学校薬草園がルーツとされ、100年もの間薬学の研究に利用されてきました。それこそローマとかエジプトの時代の古文書を見ても、薬用植物を使った医療というのが中心だったわけでして、日本でもずっと薬用植物、いわゆる薬草を使った薬売りの歴史があって、富山県内に数多くの製薬企業があって、実際に漢方薬、生薬を作って薬品を製造しているわけですね。イ先生は製薬の材料として有効成分を多く含む薬用植物の開発に成功しました。実際にハバネロでも 2% せいぜい、我々が作ったカハットエースという唐辛子に至っては 6% と非常に多くのカプサイシンを持っている。難しい構造を持つ化学物質、実は植物上手に作っているので、実際そういうふうにたくさん持っている植物から抽出した方が医薬品として利用するのに使いやすい。この秋、薬学のための薬用植物園から開かれた薬用植物園に。薬用植物園設置100周年の記念の年に国の後押しもあって全面的にリニューアルをすることができて大変に嬉しく思っております。今後は一般の方々にも平日に開放して植物を間近で観察して学びの場になるようにと願っております。薬用植物園の歴史の新たな1ページが始まります。実はですね、植えてある植物で皆さんが子供の時から身の回りで見てきた、触ったことのある植物ってたくさんあるんですね。ここに来ていただいて、植物のラベルを見て初めて、これが薬になるって思っていただけると思うんですね。ぜひそういうところを感じてみてほしいなと思っています。未来を開く冒険は続きます。